皆さんこんばんは、ななみです。今日はじゃじゃーん、ドン・キーホーテで買ってきたものを紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。はい、じゃあまず1点目、エアリーアイブローティントの LB02 番のライトブラウンになります。でこちらワンデーティントなんですよね。ワンデーって私今まで買ったことなかったので気になるなと思ってちょっと手にしたんですけど、なんかティントなんだけどふんわり眉になるらしいんですよね。なんかちゃんと説明が書いてあります。でさ、筆がなんか細いタイプのやつらしいんだよね。それ書きやすいかどうかっていうのは心配なんだけど、すごい細いよ極細すぎんこれ。あ、でもこれぐらいでどん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 太くしてった方がいいのか。こんな感じ。あ、ほんともう1回分しかこのあれがないから1回1回こうちょんちょんしてつけていかないとダメかも。え、待って、結構思いのほか明るいな。なんか私ぐらいの髪色だったら暗い方でいいかも。眉の中央から眉尻に向かって描く。で輪郭は液をつけ足さず濃くなりすぎないように塗る。成分が飛ぶとまるでパウダーで描いたようなふんわり眉に。消えにくい眉が一日中ずっと続きます。剥がさない眉ティントって私エチュードハウスのやつかなで使ってるんですけども、あれもいいんだけど、あれ眉毛すごい描いてますみたいな感じが結構出ちゃうので、これ結構良さそうだな。ふんわりなるっていうのをちょっと信じてみたいけど、ちょっと私の眉よりなんか明るかったような気がする。黒々しいよりいいか。続いてこちら、私の大好きなアベンヌウォーターです。化粧水で敏感肌用です。これは朝晩のスキンケアに使えるやつで、洗顔後の肌やボディにたっぷり潤いを補給します。これはね、赤ちゃんにも使えるし、アベンヌ温泉水 100% で無菌室製造なので、もういろいろ安心メイクのスポンジあるじゃないですか、こう私がよく使ってるやつ、あれにブシュッとやっても結構いい感じになるので、私これ気に入ってるんですよね。基本的に洗顔した後に3分以内にスキンケアをしてくださいっていう風になんか言われてると思うんですけど もうこれお風呂上がりのところにベッド置いとけば、洗顔してすぐまず一吹きブーってやっちゃえばもうそれだけでちょっとゆっくりできるので、まず一回かけてからあの着替えるなりするっていうのもおすすめです。これやってる人いないかもしれないけど、果たしてそのやり方が合ってるかどうかわからないけど、私はとりあえずお風呂上がった後のそのカピカピした肌でずっといるのがすごく不安なので、なんかこういうものだったりとか、あとボディーソープをもともとそういう保湿いらずのようなものを使ったりだとか、なんか気をつけてますね。これ結構あの顔がビチャビチャになるので20センチぐらい離して使った方がいいと思います。これね、すぐスプレーなので楽ですよね。であとまだ使い道があると思うの、私やったことないけどなかなか起きない旦那の顔面にこれ吹きかけたいなっていつも思ってるんだけど溺れちゃうかなと思ってちょっと怖くてできないんだけどさ、これ吹きかけたら多分一発で起きると思うんだよね。じゃじゃーん、マジュリカマジュリカのラッシュジェリードロップ EX っていうやつです。これね、すごく話題のまつげ美容液で、あのコメント欄にマジュマジュのまつげ美容液がなんかあの嘘かと思うぐらい伸びますみたいな感じのコメントを来て、ちょっと試してみたいなと。私生でまつげ美容液使ってきたけど腰が太くなるものっていうのは結構あって、そんなにこう伸びたなって思うものに出会えてないんですよ。同じ YouTuber のしおねちゃんももともとまつげ長いですけども、これ使ってすごい伸びたって言ってたから、じゃあ買うっていうってことで買いました。中がですね、これちょっと珍しいんじゃないかなと思うんだけど、ポン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 ってなんか表現悪いんだけど芋虫っぽいっていうか今まで見てきた中でこういうのなかったのでちょっと珍しいなと思ったんだけど、実際塗ってる映像があるんですけども、朝晩ですね、これをしっかりつけていって伸ばすと。でこれすごく塗りやすいです。これ自体もすごく硬いわけでもないので、なんだろう、こう自由自在に動いてくれるし、目の中に入っても痛くなかったし、あ、これはいいなと思って、なんかこう長く続けられそうだなと思いました。スカルプ D とかもそんな感じかな、別に目の中に入っても痛くなかったし、まあ、あれはね確かに腰はすごく強くなった。でこれにはねちょっと伸びを期待している私は。はい、続いて不老不死のモテライナー、ブラウンになります。これさ好きで、もう2本目だね。これ今使ってるやつがもうカスカスのスカスカって感じでもうないので、新しく買い替えたって感じです。このライナーすごい好きなの。すごい描きやすくてさ、描くところがすごい柔らかいのと、なんか持ちやすいのと、お腹取れないし、よれたりして取れるような感じじゃないので、
これは好き。ただね、なんか私使い方がいけないのかわかんないんだけど、すっごいモテライナーのこのラインって剥げるっていうか、なんか汚れません？あったこれがさ、使ってたやつなんだけど、すっごいなんか汚れちゃうの。え、これ私だけかな？すごいなんか見栄え悪くなっちゃうんだよね。もうちょっと気になる、ここ、その部分が。これは気に入ってるのでまたリピートしちゃいました。同じカラーもね。続いてこちら、ジェルアングバイリコアングっていうやつのホワイトジェル買いました。これは前にも買ったんだけど、白欲しかったんで白買いました。続いてこちらもジェルなんですけども、M ジェルってやつ。これ初めて買ったんです。レディーパレット。シャイニーってやつです。なんか最近こういうの多いよね。この3つ一緒になってますよ、みたいな。で、なんでこれを買ったかっていうと、こんな感じのホロが中に入ってるんです。で、筆タイプでこういう感じのホロが入ってます。すごい楽だと思うんだよね、ジェルやるとき。はい、続いてまたネイルになっちゃうんですけど、ウィンターネイルアートシールというものを買いました。これ雪だけのシールじゃなくて、ここにもちゃんとパーツついてくれてて、これで400円だったらいいなと思って買っちゃった。寒くなってきて雪が降る1月ぐらいにつけたら可愛いかなと。はい、続いてこちら、資生堂のアイラッシュカラーの替えゴム買いました。これ100円なんですけど、中に実は2つ入ってました。で、今もうすでにつけちゃったんですけど、ビューラーのゴムって替えただけですっごいまつげ上がりません？結構めんどくさくなってさ、買うの忘れちゃったりとかして、なかなか変えれないまま使っちゃうと思うんだけど、やっぱ変えるとさ全然違うよ。私は資生堂のこのビューラー大好きだから、もうこれから多分変えることはそんなないと思うんだけど、この私の少ないまつげがさこんなに上がるっていうこと自体もう異常なんだよ。このビューラーもね、おすすめする。商品紹介になっちゃって。はい、続いてこちらです、ワセリンスキンジェリーで、これはもう超必要。もううちはみんな乾燥肌で、旦那とね子供が結構な乾燥肌で、2人してこの顎のとこっていうか、こう唇の下あたりが赤くなっちゃったりとかして、それなんか外出て乾燥すると出てきちゃうのね。だからこれはいつも置いてあるんですけども、で、あとね、うちの使い方は、旦那が白髪染めするときとかに、私がいつも染めてあげてるんですけども、結構白髪染めとかそういう黒染めとかするときって顔の周りについちゃったりとか耳についちゃったりすると取れないじゃないですか。なんですけど、このワセリンを始めから、始める前にこの辺ですねとか、あと一番ついちゃう耳の上とかに、これをたっぷりめに塗るんですよ。すると髪染めして、例えばついちゃっても全然黒くなったりとかしないので、そういう使い方もありかなと思います。あとは普通に唇に使ったりって感じですかね。はい、続いて D アップのアイラッシュ09番柔らかピュアっていうやつです。こちらは中央タイプのものなんですけど、で、このつけまつげすごい好きなんですよね。一番気に入ってるのは10番なんですけど、ちょっと今回は9番を買ってみました。自然なつけまつげいいですよね。なんかナチュラルに、なんて言うんだろう、顔華やかになるし、まつげくいいんだけどさ、通うのめんどいんだよね。それがさ、ほんとだるがりだからさ、悪い癖なんだけど。はい、ということで今回ドンキで買ってきたものを紹介したんですけど、やっぱね、ドンキ行くとねすごいいろいろ買っちゃう。で、エリプスのトリートメントが売ってるっていう話だったんで買いに行ったんだけど、私の近くの店舗にはそうトリートメントなくて、あのトリートメントはもう個人的にすごい好きで、だからネットで買おうかなと思ってます。はい、それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、こちらからよろしくお願いします。バイバーイ。